スペース X 社が開発した新型宇宙船クルードラゴンは日本時間の昨日夜、国際宇宙ステーションに到達、ドッキングに成功しました。From SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. 国際宇宙ステーション内部に移動したアメリカ人宇宙飛行士2人は最長で3ヶ月余り滞在する予定です。今回の飛行で宇宙船の安全性などが確認されれば、次は日本人宇宙飛行士野口聡一さんらを乗せ、8月にも打ち上げが実施される予定です。